こちらホーム秋田のスターティングメンバーです。ゴールキーパー囲い最終ライン高田、小柳、川戸、飯尾、ボランチは藤山と諸岡、右に畑、左に斉藤隆二、ツートップは斉藤啓太と吉田伊吹です。そしてこちらは町田のスターティングメンバー大きく変えてきました。ゴールキーパー福井、そして最終ラインは鈴木、池田、松本、アンカー下田、インサイドハーフ安井、宇野、右にバスケス、バイロン、左に今日は太田光介先発起用、そしてツートップは沼田と荒木です。そしてコーナーキックを切るのは鈴木純也、この選手も非常にキックの精度が高い選手です。コーナーキックからは2ゴールゴールにつなげています。大外、ここはミートせず、おさあここ向き直って荒木、今クリアボールがどちらの選手に当たったかですね。そうですね、これが認められて町田先制という風なことになります。1回目のコーナーを少し変化をつけて、はい、マイナス気味のボールをダイレクトシュートいきました。このセカンドボールを秋田の選手に当たってるんですね。そうですね、見たところ小柳に当たっていて、ね、最後決めたのが荒木。この他のクリアボールを小柳が当たり、そのこぼれ球に対して荒木の反転シュート。前には池田ジュラと、そして松本も上がってきていますが、ここは少し目先を変えてきました。鈴木純也へクロスを上げますが、これはそれていきました。そしてそのコーナーキックで得点につなげた中で、ここもコーナーキックのチャンス、低いボールですが、ここからもう一度太田へフェイントを入れてクロス上げる、斉藤啓太がいて、この位置からのシュートは取れていきます。大丈夫か、ここは今倒れていますが下田です。右足のクロス、まあ、これを跳ね返すわけですけども、はい、このセカンドボールに下田がミドルシュート打った後、ここ少し接触があるんですね、勢い余って、あここのところですね、はいはい、サーブのような狙いでくるか、同点、斉藤隆二、セットプレーにはセットプレーでお返しは秋田です。福井からすると少しニアサイド気味になってはいたんですけれども、まあ、本当ゴールに向かってくる、本当放ってたですね、ちょっとニアで触る、コースを変えるだけ、この力加減というのは難しいシュートだと思います。はい、さあ忍びか秋田決めるか、町田、ここから決めました、スーパーゴール、町田勝ち越し、下田です。右足じゃなかったですか、見てみましょう、右ですね鈴木純也のボールも非常に速く鋭いボール、まあ、ディフェンスはそこ触って跳ね返したんですけども、そのセカンドボールを思いっきり、まあ、思いっきり振るのではなく、本当ミートに努めたシュートでしたね。はい、鈴木が準備をしていて、左利きは太田、右利きは鈴木、鈴木が蹴ります、低いボールこぼれたところ、ここは囲いが防いでいます。すごいボールでしたね、抜けてきたところのゼントに当たったっていうようなシーンでしたね。そうですね、当てに行ったというよりも終盤苦しい時間帯を迎えている町田ですけれども、こうしたところでその残ったメンバーで結果を出せるかどうか、モローからの強い、これは川戸のボールは、これは組のセーブになりますか、はい、ラインは割っていなかったというふうなところ、川の長いボール、ここから三上のところ、三上の前には奥山、
中は揃ってます。さあそこの中、中村亮太枠は捉えられません。まあ、右足でのキックなのでインスイング、ゴールに向かってくるボールなんですが、はい、うまく当てました。やっぱ抑えるここまでができませんでしたね。そうですね。さあ高田はどの当たりを狙ってくるか助走をつけていますが、ロングスローできました。さあここから線の中、ポスト、青木のシュートでした。ここでまあ混戦が生まれ、セカンドボールに対してここですね。すでに時間は98分を経過しています。ゲームクロージングの部分で本当にベテランの働きというものも目立つ中、長いホイッスルが鳴りました。試合終了、町田秋田にホームでの借りを返しました。この勝利で J1 昇格決定までは残り1勝ということになりました。